区分伝とは、律令制において、民衆へ一律に支給された農地である。北魏の近田制における、露伝が区分伝の前身であると考えられている。その後、当律令に区分伝の規定が置かれた。日本では、アスカ時代に例を制定する際、党の制度を参考としたため、党と同様に区分伝が導入されたと考えられる。近田制は北魏で始まった。 近伝制は民衆へ一律に伝授を支給する代わりに、納税と軍役を義務づけることを目的としていた。北儀では、15歳以上の男子に、露ン40世と浅田10世を、女子には同じく20世と浅田5世を支給し、59歳になった時に返すと、されていた。これが、後代の区分伝の資源だったと考えられる。また男子は、 これとは別に20世の送電を与えられ、これは世襲できるとされた。こちらが、後の営業電の資源と考えられ、人間だけでなく牛も30世の電磁支給を受けていた。露電については同じだけの土地が与えられる。これはバイデンといい、連作防止のためのもので、夫婦に与えられる土地は全部で120世ということになる。桑田は、絹の産地にそうでない土地では浅田が与えられる。 北魏から分裂した北西において、初めて区分伝の用語が登場するようになり、それを引き継いだ隋も近伝性を採用した。隋の近伝性では、男子に露伝80世と余行伝20世を支給することとされていた。露伝は時期が来たら就航されたが、余行伝は子孫代々所有することが許された。624年、東は、 前代随の律令を参考として新たに律令を制定した。その中の電料において区分電が規定されている。東電量では青年男子に100世を支給し、うち80世を区分電として残りの20世を余業電とした。子孫代々相続可能な営業電に対して区分電は60歳になると就航すると規定されていた。 果たして長年工作してきた電磁を円滑に就航できたかについては激しい議論が戦わされており実際には代々工作してきた電磁の一部を営業電残りを区分電と称して建前を保ったのではないかとも考えられている当末期には大土地所有が拡大していきこうするように徐々に近電性が崩壊していったこの流れの中で 区分伝も消滅していったと考えられる。日本の律令では、戸籍に基づいて6年に1回、区分伝として6歳以上の男性へ2段、女性へは、その3分の2が支給され、その収穫から調税が行われるとされていた。区分伝を給付することは、人々を一定の高知に縛り付け、労働力調発を確実に確保できる裁量の方法であった。 現存する養老律量電量では区分電について次の通り規定されている。区分電の素形は7世紀中央の大化の改新頃に始まり、7世紀終盤の律量形成期に区分電制度が確立したと考えられている。記録上は8世紀イコール奈良時代を通じて順調に農地の支給が行われているが、800年の記録を最後に、 反電は行われなくなった。これに伴い、区分電制度も急速に衰退したのではないかと見られる。このことは、区分電制度によらずとも一定の税収確保が可能となったことを示唆している。ただし、反電が規定通り行われていた時期においてもすべてが順調に機能していたわけではない。水電による反電が原則でありながら、 水田の不足より陸田が混ぜられて支給されたり、地域の監修法によって支給面積を削減されたり、遠方に区分田を与えられるケースもあった。特に、島国では水田が極度に不足していることから、伊勢国、尾張国の水田を区分田とする例外規定が認められていた。また、京の区域内も水田の工作が禁じられていたため、 区分殿が設置されておらず、京に本願を持つ稽古は、機内に区分殿が与えられていた。また、前都の際にはたまたまその予定地にあった区分殿は就航されて、開地が与えられていた。また、区分殿は原則として、売買、譲渡、質入りなどが禁じられていたにもかかわらず、奈良時代後期頃から、質入りなどの問題が発生しており、判電が順調に行われなくなると、 売買や、譲渡なども行われるようになった。反電が行われなくなると、区分電も事実上農民の私有地化することになる。日本の律令は、当律令を焼き直したものであり、区分電のせいも当電量の規定から採用しているが、いくつかの点で、日本の実情に合わせた変更が行われている。日本と当の際は次の通りである。以上が遺憾すると、日本の方が、 支給対象の範囲が広いが支給面積は狭い。人口、農地が少ないという当時の日本の実情に沿ったものであろう。また水田が中心の日本と陸田が中心の党という違いもある。なお、奈良時代の日本の人口は約500万人、農地は100万兆だったと推計されている。滋賀県長浜市には区分田という地名が残存する。 この地発祥と思われる区分伝聖もあり、日本野町の会志賀部名誉会長に区分伝聖の人物がいる。また、赤楼市事件の関係者にも豊岡京国家、画廊石束に仕えた、くくても平という区分伝聖の者がいた。岡山県岡山市北区には、院長以下区分伝聖を持つ、司会で構成される区分伝司会員が2016年12月現在、 存在する。ありがとうございます。